準備できましたので、じゃあ行きましょうか。ちょっと今回やべえな。ニューロボンリバー B6 回。はい、じゃあ行きます、うん。まずこいつはやらなきゃいけねえ。充電なんかさせてる場合じゃねえ。充電したら特防上がんのかな。来た。これ俺のホームに入ってくるとはね、自ら俺のラピスラズリホームに入ってくるとはな。残念だ。狩らせてもらおう。よし、進むか。ちょっと難しいな、普通にな。道具使わないと。道具駆使してやんないとな、これ。いかにラピスを途中で集めれるか。ほい。OK、いいね。なんかこれ、角で連携を使うとさ、その、角抜けじゃない攻撃を角抜けっぽい感じで打っちゃうから、それが難しいな。跳ねる。おお！すごいことするね。オッケー。じゃあね、最大限に、新しくできるようになったことを最大限に活かしていかないと、クリアできない。難しい、普通に。うん。難易度高えわ。プチ復活、いいね。囲んで倒すか。はい。体当たりだから PP も多くて、連発できるし、硬くなっとけ。当たんねえ。あ、やばい。ちょっと、意味わかんないことしちゃった。麻痺守り。麻痺守りか。まあ、一応はめとくか。ほい。後で入れ替えればいいから。よし、じゃ進んでいくわ。階段ねえな。お、やけどいいね。いや、これ状態異常、重複するんだな。これ。眠りと混乱とか。眠りと混乱はするか。原作でも。そうか。やけどと眠りとかはしないのかな。わかんないけど。うん。おい、じゃあ行くか。ちょっとどっかで一回レベ上げした方がいいかもな。むずいわ。難しいって、もうさっきから難しい難しいばっかり言ってるけど。わ、抜群ヒット欲しいな、あれ。はい。よいしょ。あ、眠らせてる。いいね。眠らせてる？よし。オッケーイ。うまく活用していこう。はい。もう連携技ぶっぱですわ。もう連携技ぶっぱですわ。はい。オッケー、見えました。いいね。オッケー、やっとレベルがあった。レベル上がんねえな、全然な。悪くなる。いらない。あー、でも、自分を積む技はいいんだけど、まぁ、ちょっと攻撃技よりは、いらないかな。うん。自分に積む技は、そのフロアでずっと有効だからな。悪くないんだけど。状態をし、はめる。はい。よいしょ。いいね。最高ウェーブ。最高ウェーブゴミの威力だけど、お前、なんそれ。他の奴らに比べてなんか、ワネブ弱くない。千里眼。うわ、強そう。ちょ、まずラピスを取ろう。勢い余り。何これ。あ、使おう。これ、周りにダメージ与えちゃうっぽいから、うん、普通に、この冒険の間俺の攻撃力が上がるらしいので、ちょっとそういう感じでやっていくわ。はい。いいね。OK、体当たりパワーアップ。いいね。よいしょ。え？なんか連携の時の方が威力高くない？ちょ、ね、ドジョティロスが来てる。やばい！今不用意に近づいたな。今不用意に近づいたね。はい。いけ。連携で、やれ。OK、混乱させた。もう勝ちだ、これ。はい。OK、抜群ヒット。これは、いやー、ちょっと待って、ここ抜群取れるやついねえから、普通に使おうか。抜群ヒット。これ使うとどうなんの？あ、攻撃が上がるんだ。基本攻撃が上がるのかな？これ。黄色い、あれは。じゃあ、種田に使おう。よし、ここ絶対ボスいるよ、もう。絶対ボス戦にヨロボン3匹だよ。無理だよ、ヨロボン3匹なんて。ちょっと。状態移しか。いらねえかな。使おう。え、これ何？なんだ？素早さ！素早さって何？え？ポケモンダンジョンに素早さなんて概念あるんだ。へぇ、素早さって何なの？え？え、なんか、鈍足とかしか知らないんだけど、俺。やばいな、お前。
お前草タイプが戦っても結構ダメージ削られるもんな、これ。怖えわマジで。なんかある玉、なんか玉の見た目おしゃれじゃない、めっちゃめっちゃ見た目おしゃれじゃない。お、復活の種いいね。これボス戦とかで使えるからありがたい。一回か。なんかここ BGM すげえ、なんかさ、とてもニョロボンの暴れ者がいる BGM とは思えなくない？すげえなんか、まるでなんか進化する場所みたいな、すごい神秘的な BGM なんだけど。千里眼か。道具の位置がわかる。HP が増加か。まあ、以下の道具の位置はわかんなくても。ちょっと HP の最大値上げるわ。おい。よいしょ。にしても階段ねえな。お腹減ってきた。ちょっと待って、階段がねえわ。どこだ？あれ？下か。右下か。ほい。お腹が減りすぎてきた。よいしょ。いやー、難しいな、これ。あ、ちょっと待って、不用意な移動はほんと危険だから、マジで。やばい！あー、危ねえ。さっき種だ、スパーク一撃で行ったからな、マジで。それだけほんとに気をつけねえとな。そういうの、事故があるから、事故が。怖すぎるわ。とても、お、ちょっと待って、いっぱいラピスがある。守りアップ。いいね、守りアップはちょっと、上書きするか。連打守り。いいじゃん。麻痺守りいらねえわ。はい。え、これ絶対、あのラピスは多分取れないので、諦めよう。はい。頭いいんだけど、敵が基本的に頭いい、なんか。遠距離攻撃あったら優先的に、え？引くんだけど、こいつ。お前、遠距離を当てるために今、わざわざ距離取ってきやがった、こいつ。やばいな、マジで。頭の良さに定評ありすぎだろ。いくらなんでも。ね、これ、くぼみの玉。何それ。いやー、でも、歯応えがあってすげえ面白い。あ、ラビスのくぼみが一個増えるんだ。使おう。いや、正直さ、そう、空の探検隊とかってストーリーのダンジョンめっちゃ簡単だったんだよ。そう、言ってね。言って簡単なダンジョンが多くて、なんかストーリーでこんな歯応えのあるダンジョンをさ、まさかのこの三つ目のダンジョンでこんな歯応えあるなんてさ、ある意味なんか感動だよな。解放者どう？まあ、むずいけど、ひたすらに難しいけど、それはしょうがないってことで。はい。まあ、新機能もあるしね。え？かばっちゃダメでしょ。そこはかばったらいかんでしょ。OK、ナイス。まあ、相手も強くなってるけど、その代わり、まあ、こっちも結構できることが増えてるから、それなんか、できることを生かさなかったら負けるって感じだね。できることを生かさないと負ける。その代わり、生かせれば全然楽勝というか、かなり勝てるって感じだ。感じの印象ですわ、今のところ。おい、OK。そう、だから、どんどん生かしていこう。ラピスとか多分これ使わなかったら激ムズだぞ、このダンジョン。ラピスとか、連携とか。来た！ボス戦かな？うわ、すげえ綺麗だな。映画。だいぶ奥まで来たと思うんだけど、ここまで電流を見かけなかったってことは、さらに奥まで行ってるってことなのかな。まあいいや、もうちょい進んでみよう。ボーン。ボーン。すごいな、なんか。ニョロボーン。あれ、そんな鳴き声だっけ、ニョロボンって。ここは俺たちの縄張りボーン。さっさと帰るボボーン。ハイテンションかよ。あの、僕たちポケモンを探していて、うるさいボン。俺はニョロボン。ニョロボンに笑うボスだボーン。それ違う。俺こそがニョロボン。ニョロボンリーボンのボスだボボーン。それも違う。俺こそがニョロボンで、ニョロボンリーバーのボスだボーン。気違いじみてる、マジで。ちょっと待て。おめえら違くねえか？そっちこそ。なんだこの声は、マジで。なんか揉めてるみたいだね。とにかく、俺たちはニョロボン最強で、覚悟するボーン。一応やばくないこれ。手強そうだけど3匹ならなんとかなる。でも2対3だぜ。いでよ、俺たちの子分。うわ、めんどくせえ、これちょっと。やめろ。変なの呼ぶな。ニョ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 
いや、実はこのニョロモがさ、めっちゃ催眠術使ってくるみたいな。湿り気か。あ、ちょ、本気で行くわ。こいつらさ、そのボスの配置いやらしいよな。あの、初手で杖が使えない位置にいるじゃん、こいつらって。それが厳しいんだよな。ただその、なんか、火の粉をさ、桂馬みたいな打ち方ができたじゃん。そう。あれが俺もできるようになれば、多分勝てるんだよな。とりあえず引いた方がいい。こっちに移動しよう。あ、ちょっと、うわぁ、まごい、うわ、ダル、ちょっと、やばい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 、ポカブやばいぞ、これ。これ、ポカブやべえぞ。やっば、ちょっと、まずい。ちょっと、俺どうすりゃいいの？とりあえず、杖が効く状態になったから、振ろう、杖を。一匹とか、無効化しないと。縛るか。おい、縛るか。よし。オッケー、まず一匹。ビルドアップ。お前はニョロモと戦ってろ。それはちょっと俺めんどくせえやつ縛っとくから。ほい、縛ろう。ちょっとこれ杖強い。ちょっとこれ杖強いかもしんない、実は。ん？あれ？え、ビルドアップ？あれ？なんか聞いてねえんだけど。縛り解けんの早くね？あれ？もっと何ターンも縛れるかと思った。よし、眠らせよう。悪い状態が、治るのが早いってどういうことだよ。ちょっと待って、水ポケモン3匹に囲まれたんだけど。やばい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 。無理。こんなの。爆裂の弾食べるか、とりあえず。え？爆裂の弾発動した。やばい。やばいって。これやばいって、むずいって。もうさっきから難しいばっか言ってるけど、本当に難しい、これ。どうすりゃいいの？え、これ、勝てなくない？逃げた方がいいな、これは。オッケー、ニョロも片付けをまず。守ってろ、お前ら。ビルドアップ、うわ、やばい。あ、でもなんかこいつら、見た目強くせにあんま攻撃してこねえぞ、こいつら。ハイドロポンプとか撃ってくんのかなって思ったら、別にそんなことねえわ。こいつら、もしかして見かけだろし。なのかな。ちょ、待ってね。変えるわ。俺は体当たりでいいんだけど、ちょっと、種田は鶴のむちにしようか。連携登録。オッケー。タッチ。はしゃっ。オッケー。いいね。ラピスゲー。お、守れ。守るがいい。あぶえ。あばい。やばい、死んじゃう。俺の実使おうか。オッケー、種が回復。うわっ、あー危ない、あーやばい。オッケー、これ一匹混乱してるぞ。一匹混乱してることをいいことに俺はちょっと回復させてもらう。よいしょ、いいね、全開。お、こいつらなんか見かけ倒しだな。水技使ってこねえぞ。こいつら水技使ってこねえぞ。ただ守るがすげえめんどくさいけど。うわ、次ついてくる。ちょ、めんどくさ。お前ら、めんどくさいだけじゃねえか、お前ら。ほんと見かけ倒しなのな。そ、種だ、来い。おい。よし。守っとけ。オッケー。ほら。差し抜がいい。うわ、ちょっと勝った。痛えなぁ。ちょ、臨床痛いけど、でも言って臨床しかこいつら攻撃してこねえ。完全なる見かけ倒し。痛くも痒くもねえわ。つい使うまでもない、こんな。ほら、守れ。守るがいい。守ってターンを稼ぐがいい。通常攻撃5しか食らん。ちょ、なんか俺最初からビビりすぎてただけだったわ。だって水技使ってこねえんだもん、こいつら、水のくせに。ニョロボンかよ、マジで。ほんとニョロボンだな、お前。あ、PP がなくなった。どうすか？まあ、いっか、俺は。俺は体当たりでいい。はい。いいね。ラピスもめっちゃ効いてるし。いけ！よーし！やりましたね。なんかビビってたのがアホみたいだったわ。やった！セロ、今のうちによくえ！ニョロもかわいそうだな。足掴まれそう。セロ、危ない！ガーン！ドカ！ボーン。かわいそうに。支えのスタイリッシュ旅ポケモン。電流ですよ。
ちゃんと声当てるわ。電流、危ないところでしたね。やれやれ、何も助けてくれてないんだけど。実は4対2の時に助けてくれよ、お前は。油断は禁物ですよ。いた、電流。よかった、探してたんだよ。ほ、私をですか？そういう君たちは村の子供たち。私に何の御用でしょう？と、その前に。ここは一体どこなんでしょう？お前迷ってたんかよ。え？村をいろいろ見て回ったはずなんですが、気がついたらここにいまして。やばいな。終わりました。もうちょい続けるか。多分ストーリーパートがもう少しあるから、それだけ終わらせよう。来た。なるほど。つながり用具を渡すために私を。うん、ちょっと探すの大変だったけど、あえてよかったよ。やれやれ、いけませんね。子供にそんな苦労をかけさせるとは。なあ、電流。電流は調査団で働いてるの？違いますよ。え？違うんだ。そっか、残念。調査団はつながり用具を持ってるって聞いたから、もしかしたらって思ったんだけど。調査団で働きたいんですか？うん、僕調査団に入りたいんだ。世界のいろいろな場所に行って、ポケモンに出会って。そして、いつかは調査団のガショエタワーにある、ポケモンの世界地図を完成させるお手伝いをしたい。あ、なんか本編のポケットモンスターと同じような、流れだな。それが僕の夢なんだ。素晴らしい。とても素晴らしい夢じゃないですか。でしょ？そうでしょ？そう思うでしょ？でも、みんな寄ってたかって無理だって言うんだ。僕が子供だからダメだって。確かに子供は調査団には入れないというのを聞いたことがあります。ほんと誰がそんなことを決めたんでしょうね。やれやれ。でも、調査団の見習いなら、今でもやることができますよ。こいつのノリ好きだわ。え？やれやれ、仕方ない。君たちにこれをあげましょう。タイガたちは見習いバッジをもらった。調査団ガジェット見習い。まず調査団バッジ、カッコ見習い、カッコ閉じ、調査団の証ですと言っても見習いですが。あ、違う。カッコ見習いって読んでる、こいつ。あ、俺、カッコ見習いって読んでる。あ、こいつキャラ、ちょっと読むわ。そして調査団バッグ、カッコ見習い。いつもより、いるよな。文字にしないくせにカッコつけるやついるよな。あ、カッコをつけるとカッコをつけるでこいつかけてるんだ、もしかして。はい。なんでもないです。スタイリッシュに活かしてるっていうね。そう。かっこいいと、カッコ、鍵カッコをかける、鍵カッコというか、カッコをかけてるんじゃないですかねって、ちょっと思ったんですけど。いつもより道具がたくさん持てる、調査団メンバー専用のバッグです。と言っても、カッコ見習いですが、最後に調査団ガジェット、カッコ見習い。カッコつけてやがる、こいつ。調査の仕事に使う、とても大切なアイテムです。と言っても、カッコ見習いですが。振り仮名でカッコ見習いって書いてるのが、こいつのキャラ付けっぽいよな。でも、見習いでも、調査団は立派にやれます。調査団の大切なお仕事の一つとして、皆さんの悩みを調査し、解決するというのがあります。ですので、君たちも、調査団バッジ、カッコ見習いをつけて、ポケモンたちを調査してみてください。そしたら、もしかしたら、悩みを抱えているポケモンもいるかもしれませんよ。そっか。そしたらその悩みを解決すればいいんだね。悩みを解決すれば、そのポケモンとつながりができます。そこでまた、調査団バッジ、カッコ見習いを、です。これからの説明は、カッコ見習いは省略しますね。君たちが挙げた調査団バッジは2個だけではなく、たくさんありましたよね。仲間になってほしいポケモンに調査団バッジを渡せば、一緒に冒険してくれます。そうやって仲間を増やしていけば、調査団の実力もついていくと思うんです。これ、冒険中に仲間が増えるってことなのかな？ついでに、私のつながり用具も君たちにあげます。先ほどお渡しした調査団ガジェットがありますよね。そこにつながり用具をはめてみてください。何これ。お、すげえ、なんか。すごい。3DS すごい、これ。わ、これって地図？地図だよね。はい、そうです。調査団ガジェットは、つながりオーブをはめることで起動します。地図だけでなく、ポケモン同士のつながりや調査リストも確認できます。あと、チーム名も登録できますよ。お、出た、チーム名。おー、来たね、ついに。チーム名？はい。調査団をやるチームとして、チーム名を登録してみてはどうでしょう？ピンセロ、どんな名前がいいと思う？チーム名か、そうだな。はい、来ましたね、チーム名。じゃあ、ちょっと俺、普通に以前つけてた、以前ポケダンをやってた時の名前にするか。じゃ、しばしお待ちください。はい。
そういうわけで、チーム名はシムソンズで行きたいなと思います。あ、多分、すげえマイナーなね、マイナーなチーム名なんだけど。うん。シムソンズが、うん、気に入ったよ。ありがとう、セロ。早速登録しようと。メモメモ。よし、できた。決まりですね。では、これから調査団ガジェットをうまく使って、皆さんの悩みを解決していってみてくださいね。あ、ありがとう、電流。っていうか、なんで電流はこんなの持ってたり、いろいろ詳しかったりするの？ふふふ、聞きたいですか？何を隠そう、それはまた。ま、いいか、見習いでもすごく嬉しいよ。よし、明日から調査団見習い、頑張るぞ。スタイリッシュって言おうとした。絶対に、頑張るぞ。セロ、もし、もちろん、セロも一緒に調査団見習いやってくれるよね。どうしよう。そっか、やってくれるんだね。そう、もう、有無を言わさない。ありがとう、セロ。相変わらず強引だよね。でも憎めないし、まあ、いっか。明日学校が終わったらやろうね。調査団見習い、頑張ろう！まあ、不思議だね。悪いやつじゃないんだよな、こいつ。そう、突き進んでいっちゃうけど。さてと、そろそろ帰るとしますか？もう遅いですし、親御さんたちも心配しますし。うん、いろいろありがとう、電流。じゃあまたね、バイバーイ。ふふ、ほんと可愛い子たちですね。いや、連絡ですかね。謎のガジェットを取り出した。団長、団長、聞こえますか？聞こえてますよ、デデンネ君。あ、よかった、やっと繋がった。よかった、んですが。何一匹で行動してるんですか？あれほど誰かと一緒に行って、何度も、何度も。ちょっとデデンネっぽい声でいくわ。やめてください、デデンネ君。こいつもしかして、調査団の団長だったんじゃないの？ 今団長、団長言ってた。こいつ、やっぱりなんか調査団の団長になるためにはこういう不思議なやつしかなれねえんだな。やめてください、デデンネ君。ガジェットでの通信とはいえ、そんな大声で言われたら目が回って。あ、すみません。で、今どこにいるんですか？ちょっとこのみずみずしい声でいくから。穏やか村ですよ。ふふ。え、穏やか村ですって？わあ、すごい。団長のくせによく一匹でたどり着けましたね。それって偶然にしてもほとんど奇跡に近いですよね。ひどい言われようですね。やれやれ。それでどうです？そちらの様子は。なんと、平和そのものですよ。え？そうなんですか？それって、情報が間違ってたってこと？なんかあったん？なんとも言えませんね。ただ一通り調べてはみましたが、ここで得られる情報はなさそうです。しばらくしたら戻りますよ。なんか拍子抜けですね。でも了解しました。まっすぐ帰ってこれないと思いますが、気をつけて。では。拍子抜けか。確かにそうですね。でも来てみてわかりましたが。穏やか村、いいところじゃないですか。星もこんなに綺麗ですし、やっぱり平和が一番ですよね。それを守るためにももっと頑張らないといけませんね。はい。 というわけでですね、ちょっと動画は多分録画時間がこのくらいいい時間なのでですね、今回はここまで。ということでですね、下につきましたね、このニョロボンマークが。はい。割かし結構進んできてるんだね。これもう半分くらいいっちゃうよ、これ。なんか2枚目とかありそうだけど。うん。まあそんな感じで、ちょっと今回はここまでということで、多分あの電流は調査団の団長なんではないかなと。で、実はめちゃくちゃ強いみたいな。方向音痴だけど、めちゃくちゃ強いみたいなね、感じなんじゃないでしょうか。はい。じゃあそれではですね、今回はここまでにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time. バイバイ。お疲れ様でした。お、すげえこれ。あ、ポカブだ。 ポカブとルカリオって組み合わせか。てかさ、なんかポケダンあるあるだけどさ、ポケダンのこういう壁紙にさ、なかなか自分と同じパーティーの壁紙出てくることないよな、この組み合わせ。そう、え、俺今までポケダンやってたけど一度もないわ。うん。そう、この、お、ね。そう、なんかこの、ポカブと不思議だねっていう組み合わせの壁紙は、さてあるのでしょうか？すごいあったら嬉しいんだけど。まあ、全部の通りの壁紙なんて書いてないと思うからな。そう、自分のパーティーが絶対出てこないよな、これ。はい、じゃあそれで終わります。バイバーイ。